はい、こんばんは、長野市議会議員の小泉和馬です。えー、オレンジのおっちゃんでございます。今日はネクタイがオレンジでございますけれども。えー、疲れました。今日ね、あの、長野市議会の3月定例会の最終日でして、最終日が一番疲れる。一番あの、なんていうんですかね、山ですよね。えー、やってきました。で、採決が集中しているんで、 えー、疲れるっていうこととは、その、討論があるんですよね。この議案について採決する前に、この議案は通すべきだ。いや、この議案は通さないべきだっていうことを賛成討論、反対討論ってそれぞれできるんですよ。やろうと思えばね。で、あの、まあ、やらない人の方が多いんですけど、小泉さんは毎回毎回やってますね。なんだかんだね。あの、 賛成討論か反対討論か両、どっちともしない議会っていうのは小泉一馬にとっては珍しい議会になるぐらいちゃんとやっている小泉でございます。で、今日はあの、青木島遊園地の関係で言えば、一つね、話題としては、請願がありましたね。 つまり、青木島遊園地、廃止、見直してください、子どもの権利を守ってくださいっていう請願が、小泉一真の仲間、あの、なんだっけ、<laughs> 言葉出てこなくなっちゃった、あんまり使 <laughs> えて、ー、住民監査請求ですよ、住民監査請求やってる方々が出してくれたんですね、請願、小泉があの窓口議員になって。うん 議会の方で審議していただいたということなんですけれども、まあ非常にね、思ったよりも厳しかったですね。っていうのは、あの、共産党の方は頑張ってくれました。委員会審査で、建設企業委員会が所管の委員会なんですね。建設企業ってほら、えー、都市整備部が公園緑地下あるから、都市整備部を束ねているのは建設企業委員会で、そこで請願は審査されたんですが、 まあね、賛成した議員は委員会審査で一人だったって。野々村ひろ美っていう共産党の方ね。で、共産党の議員はもう一人、滝沢慎一さんっていう方も建設企業委員会にはいるんだけれども、委員長やってるから採決に加われないんですよ。で、あの、野々村さん一人で頑張ったということでございました。まあ、小泉もね、えー、建設企業委員会委員だったら頑張れたんだけれども、小泉は、 福祉環境委員会がい,いんだかからその時は頑張れななったととうこで、小泉一馬は、えー、っと、まあ、これはね、当然通すべきだということを申し上げさせていただきました。あ野々村さんがね、非常に頑張って <laughs>、また例によって小泉の資料を使って頑張ったわけですけども、まあ、小泉は言うべきことっていうね、あの、先に言ってくれたからね、大体、あの、無所属議員がね、一番最初に、 うーん。なんか、討論で言う機会ってあんまりないんですよね。これどうなってんのかなあの、先着順だと思うんだけれども、もっと早く出せば小泉もできるのかもしれません。大体小泉っていうのは、ギリギリまで待って出してるからね。<laughs> その、えー、討論やりますっていう通告書ね。通告書の順番でやってるのかもしれません。まあ、それはともかくとして、えー、野々村さんが非常に頑張る討論やってくれて、 で、小泉もその後からおっつけの討論をやりました。で、小泉が言わせていただいたのは、やはりね、うーん、小木原市政のデタラメ加減っていうことですよね。まあ、詳しくは、今ね、うろ覚えで申し上げても、正確な情報ではないんで、詳しくは小泉一馬のビデオが2、3日すると、 えー、議会のホームページの方にアップされてきますんで、それをご覧いただきたいと思いますが、報道も早くもされているんで、その報道ぶりを画面共有で見ていきたいと思います。んー、はい、こういうですね、長野市が決めた公演廃止取りやめを求める請願不発、不採択ということで残念でございました。で、近隣住民の総演の歌いなどを引っ掛けに、よいしょ。 もうちょっとでかくするね、えー。長野市が廃止を決めた公園地で廃止の取りやめを求める請願の審議が長野市議会で行われ、反対多数で不た択となりましたということでございます。これもうちょっとでかくしてビデオ見ましょうか。ね、音でないけどね。<laughs> あ、この野郎、小宮原健二さん。 で、野々村博さんが、まず、西岸に立って、の道路に立ったと。今日はね、小泉さんは映してくれませんでしたね。まあ、あの、野村さんも非常に頑張った。あの、過去のね、経緯から順番にね、解き起こしてましたよ。まあ、小泉の資料を使って、そこまでまとめてくれたっていうのはありがたいとは思います。まあ、なかなかね、小泉もね、そういう細かいところまでやってらんないんですよね、正直言ってね。 あの、小泉は、重ねての住民監査請求もやってるし、重ねて住民監査請求もやってるし、重ねてのお公開文書請求もやってるしね。で、今出てきたのは青木敏明議員ですね。え、この人ですね。まあ、この人の討論っていうのは、もう市長が言ってることそのままなぞってますね。で、あの、例の、借地の延長のお話も、 市長は明らかにしたって言ってましたけれども、いや、借地延長交渉については明らかになったって思ってる議員は、まあ、青木さんだけだと思いますね。で、みんなから明らかになってねえよ、とか、ね、<laughs> じゃあ、青木さん明らかにしてくれよ、みたいなやじが飛んでましたね。で、この方ですよ、私の同級生なんだけれども、なぜか1個年上ということでございます。ここに出てきたね。よっ。おっと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 。今出てきたね。 これですね。えっと。反対10人で小泉一馬、滝沢聖地、滝沢真一、滝を茂る鈴木陽一、野々村さん、布目さん。うんとここがちょうど隠れて見えないね。1、2、3、4、5、6、7、8。あと2人だね。 あと二人誰なんだろう共産党は 1, 2, 3, 4,、一、二、三、四、五。五人か。あと、だから佐藤さんがいるんだな。佐藤久美子さんがいるから 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,、一、二、三、四、五、六、七、八、九。十人目。十人目は誰だろうなちょっとわかんないね。うん。もう一回見てみますか。<laughs> ビデオ判定で。よっ。 今分かったけど、ちょっと止め方がおかしかった。惜しい。<laughs> 青木さんは見なくてもいいんだけどな、ここか、ここか。いや、ちょっとなんでこれ止まんないの一時停止。これ押しゃいいのか。もう青木さんはいいよ、青木さんはいいよ。 青木さんはよぞ。どうふん。なんでこれ止まんないのちょっと、止めてよ、誰か。あ、これでわかるね。安倍浩二、佐藤久美子、倉野達と、布見駅、安倍浩二、 えー、佐藤久美子、倉野達と、布目幸男、野村博美、鈴木洋一、竹内茂、滝沢新一、黒沢聖一、小泉和馬の10人ですね。だ共産党は全員、ここに反対って出てるけどこれ委員長方向に反対だから、正解には賛成ってややこしい句なんだけども、えっ、ー、と、共産党6人は賛成に回り、それから小泉和馬と、 あとだから、改革ネットが鈴木洋一倉野達と、それから、ぬなめさんか。割れたんだね、改革ネットがね。あなるほどね。うん。っていうことは、あれだ、塩入り学ぶ、あ、塩入り学ぶ、ここにいるわ。塩入り学ぶは、反対に回ったんだね。塩入り学ぶは、こう、東北で、青木島の地元の議員とも言えるけれども、 呃、西岸には反対に回ったってことですね。ああ、なるほどね。うん。で、東方みゆきとか、あるいはだから、うん。鎌倉光も、じゃあ反対に回ったってことだよね。うん、改革ネットは統率が取れなかったということですね。 ああ、なるほど。うん。いや、これ面白いですね。うん。でね、あの、小泉も、この NHK の記事読んだとき、10人って書いてあったから、10人、賛成がね、10人いたってことだから、10人って誰なんだろうって、<laughs> あの、噛んじゃわないよなって、あの、 共産党が6人で、改革ネット6人とか、2つ合わせず12人なんですよ。で、小泉政わ部13じゃないですか。だから3人かけてるんだよね。で3人かけてるのは誰かっていうと、じゃあ東方みゆきと、鎌倉光と、そっか塩入り学ぶなんだ。この3人が裏切ったんだ。あ,あそういうことなんだ。なるほどね。で、ちなみに鎌倉光さんは、この3月定例会をもって、長野市議会を無事ご卒業されて、県議選に進むそうです。だから県議選では、 うん公演廃止に賛成した、あの、候補として戦うという、そういう十字架を背負いながら戦うということで、まあそれはそれでお見事な決断だと思います。あと、そうですね。まあ東方宮城さんも意外と言えば意外だし、えっ、ー、と、無所属のね、小林文子議員も、うーん、廃止賛成に回ったんですよね。うん。で、小林文子議員っていうのは、子供の質問ばっかりしてるこ方だから、 こっち側かなこっち側に来てくれるかなと思って、小泉もね、資料渡したりとかしてたんだけども、一番最初からね、どうも反応は悪かったです。どっちかっていうと、その、苦情を入れてきた方に同情してるようなことをおっしゃってることが、ちらっとね、一回ありましたね。だからこっち側じゃないんだなと思いましたけども。まあ、だけどね、子供のことをやってる議員さんだったらこっちに来てほしかったなって思うところがありました。まあ、そうですね。小泉ももうちょっと、頑張ればよかったね。 本当に皆さんごめんなさい。よいしょ。はい、画面共有に戻します。えー、長野市の公園、青木島遊園地を巡っては市が廃止を決めたことが地域の子供たちの遊ぶ権利を侵害しているとして、廃止の方針を一時取りやめることを求める請願が市議会に出されていましたと。うん。で、結局、 うー26対10の反対が数で塞採択になったんですが、ただ討論の中で反対する議員からも一連の死の対応について検証を行うことや、住民と合意形成や、集中法を見なすことを求める意見が出されていました。これ、そんなこと青木さん言ってたかなうーん、死の対応について検証を行う、検証を行うっていうことは言ってないんじゃない <laughs> 検証を行う。でも、検証を行うって言ったって、よ検証を行うって言ったって、だけど、同じ NHK のウェブで明らかになったように、記録がないんですよね。うん。あの、小木原健二さんが、 いや、公園の借地がもっと続けられるように、地主と交渉したと言ってるけれども、その記録がないんだっていうことを NHK がすっぱ抜いて、他のメディアも追随してるじゃないですか。だから、検証しようとしたって、検証できないんですよ。で、小木原検事もえ、反省すべきは反省し、検証するってことを散々議会の中で言ってきたけど、これもね、だから、ポーズですよ。だって、検証する材料がないのに、どうやって検証するのってことですよね。で、検証する、検証するって言ったって、 これね、小泉の予算し、審議の中での質疑したんですね。予算案の話に移してきますけれども、予算案も今日審議したんですよ。令和5年度一般会計予算案。で、小泉和馬は反対に回りました。なぜかといえば、公演廃止の予算がそこにももらわれてるからです。で、公演廃止っていうふうに事業化はしてないんだよね。で、 何かっていうと公園管理費っってていう名目になってるんですよ公園管理するお金つまり公園の草があったりねそういうお金の中でやっちゃうんですよ。であんまりねお金かからないんですよね公園の廃止ってあの木引っこ抜いてザーっとこう鳴らすだけの話だからでそこでやっちゃうお金がでも持ってあると令和5年度でやることになってるでだけどこの公園管理費の中で青木島遊園地廃止するんですよってことは市はね委員会では説明してないです。 で、検証するって言ってるじゃないですか。反省するって言ってるじゃないですか。だけど、反省、検証についても、まあ、反省はともかくとして、検証のことについて、何か委員会の中で言いましたかっていうことを小泉一馬、議案質疑しました。それできるんですね。委員長を宛てに質疑できるんですよ。そしたら、えー、滝沢新一っていう建設企業委員会の委員長さんは、いやいや、検証なんてことは発言出てきませんでした、委員会の中で。 で、管理費の中で青木島遊園地廃止するなんて話も出てきませんでした。だから、黙って通そうとしてるんですよ。で、反省してる検証するって言いながら何にも言わないっていのはおかしいじゃないですか、明らかに。で、来年度の中でね、やってきますからって話しないんですよ。で、いや、やる気ないじゃんねって検証する気もないし、で、そもそも公園廃止のね、予算だから俺は執行するな。 賛成できないという立場ですよ。だから、その予算審議で建設企業委員会でね、この中で公園管理費の中で廃止のための工事やってっけれども、いや、皆さんの意見を聞きながら慎重にやっていきたいとかさ、それから、あ、そう、住民監査請求の動向も踏まえながら、見据えながらやっていきたいとかさ、そういう言葉が出てきたらまた別だけれども、あの、住民監査請求のことについても俺聞いたんですよ。議案質疑の中でね。議案質疑、委員長報告への質疑の中で聞いたんですよ。 委員長報告の中で聞いたら、その住民監査請求との関連の発言もなかったと。うん、じゃあえ、全くその議会とか世論とかね、そういったものに配慮しつつの公園、現状復旧、執行するっていう気がないってことですよね。だから小泉はそれは賛成できかねるという理屈づけで反対しました。あとね、 そもそも、荻原健治っていう人は信用できないって小泉ははっきり言いましたよ。予算案の審議の中で。その予算案に反対する理由としてね。えー、荻原健治さんがやってることは、全く民意を無視してるし、独裁ですと。いうことを言わせていただきました。で、あの、例の青木利明っていう人いるじゃないですか。あの人ね、まあ、こらっちもないやじ飛ばすから、なんか委員会審議の中でもなんか怒られたらしいんですけども、委員長に。<laughs> また飛ばしてくるんですよ。で、独裁じゃないとかさ、言ってくるか 独裁じゃないんですかじゃあもうちょっとやりますねつって、小泉はさらに突っ込んだ議論をさせていただいて、独裁でしょって言ったら、何も言わなくなったけれども。だからそういう意味のないね、あの、ヤジはね、飛ばすのやめてもらいたいので、もっとね、ウィットに飛んだ議事、あの、議事じゃない、ヤジを飛ばすのは飛ばしていただきたいと思いますね。えー、まあ、青木敏明さんとかね、なんだろうな、 桜井さんとかね、市議会議員のね。うん、あと、なんだっけ、あの、戸隠の議員ですよ。な,なんだっけ名前出てこないけども。その辺はね、割と小泉に対して、なんかどうでもいいような、ヤジ飛ばしてきますよね。<laughs> うん、まあまあ、飛ばしてくださってもいいけれども、小泉はヤジにもね、丁寧に対応していきますから、皆さん。 というわけで、えー、っと、画面共有に戻しますね。でね、本当に、あの、青木島遊園地林見直しセーーは、不採択ということで応援してくれた皆さんごめんなさいと、子供に対しても申し訳が立たない、うん。で、小泉がね、<laughs> そうそう思い出してきた。小泉もね、あの、討論の時は、脳原稿、原稿なしで討論する派だから、 何喋ったのかって、後になって思い出せなかったりするんですよね。メモもないから、メモもなか資料を見ながらやってるからね。で、小泉は、えっ、ー、と、なんだっけ、討論の中で言わせていただいたのは、そうそう、長野市の将来が本当に心配だと。で、子供だってね、理屈分かってんですよ。で、あの、倉の達夫さん、あの、倉ちゃん、 日記、クラちゃん日記っていうタイトルだとか、あれだけど小泉はクラの達ツさんのブログよく紹介するじゃないですか。そのクラちゃんですよ。あの、クラノタさんが、いっぱい質問の中でね、子供のお手紙を書いてもらったからってことで、それもね、紹介してました。3人の方のね、紹介してて、で、子育てがしづらい長野市だと思いますっていう、そういう、 子供のお手紙を読み上げた場面があったんですよ。そしたらね、親友会の方々は笑ってましたよね。子供がそんなこと書くかよ、みたいなことだと思うんです。だけど、そのね、笑った議員の少年の低さ悪さっていうのこそ小泉は笑いたいですね。そのことも今日は討論で言わせていただきました。なんで笑ったんですか皆さんってね。いや、子供って今の子供はね、私たちが その小学生だった頃に比べてもね、ずっと情報とか取れる環境にあるんですよね、スマホとかで。で、自分の関心あることはスマホで情報入ってくるわけですよ。うん。だからうちのことを話してたって、もう全然ね、遊園地廃止しちゃうんだよとか言うと、4年生だけどえ、それって理不尽じゃんって、ちゃんとした反応返ってくるんですよ。 うちの子そんなに頭いいわけじゃないんですよ。頭いいわけじゃないけれども、理不尽っていうボキャブラリーぐらいはあるし、大人がこうやって進めてる話はそれ理不尽だよねって返すぐらいのことはできるんですよ。で、子育てしづらいっていうことだって分かると思う。子育てしたことがなくたってね、子供ながらにその入ってくる情報で分かるんですよ。で、大体、子育てしづらいって分かんねえだろうって言ってた原因っていうのは親父たちだから、 その親父たちだって、本当に子育ての苦労分かってんのかいって、女性から見れば笑われるような人たちなんじゃないかなって俺は思ったりする。俺はだから、それ笑わなかったよ。笑えなかったよね。子育てしづらいと思います、長野市はって。いや、その通りだと子供にそんなこと言わせる長野市って本当にごめんねって思いながらそれ聞いてたから、子供に子育てしづらいですよねって言われる長野市で、子供がそのまま大きくなってね、 この長野市、私たち僕たちから公園をね、奪い去っていった長野市って、愛着持てるんだろうかって思いませんで、外からだって長野市どう見えてるか。まあ子育て環境、日本一悪い町だよね。子育てしやすい町。 ナンバーワンですよね。下から数えて。っていう具合に見られてると思いますよ。で、そういうインプットをね、小さい時に頭の中に叩き込まれて、その子たちが大きくなった時に、本当にね、この町に帰ってきて、ここで子供を産み育てるって育んでいこうっていうことで、考えてもらえるんだろうかって。そういう危機感って、笑った人たちは持ってないと思いますよ。 子供心にね、子育てしづらい街って思ったら、三つ子の魂100までって言うじゃないですか。ずっと持ってると思いますよ。で、そういうことを私たち大人は子供に対してしてるんだっていうことを、もっともっと危機感持ってほしいっていうことは、俺は今日訴えましたよね。本当に長野市の将来が心配だって、訴えさせていただきました。で、それから、えー、っと、開発行為のね、 緑地としてカウントしていたと。青木島遊園地を。で、本当は、緑地をね、一定程度、まあそう開発の中で入れ込んでいかなきゃいけないんだけれども、じゃあそれって、それがありってことになったらね、じゃあ他のところで、ここはわざわざ緑地として残しておきましょうって、やったのに、それ潰しちゃったら、長野市指導できないですよね。 そういうこことですよこれからそういううここことが起こりうるってことだと思いいいますいよいよだって長野市さんはそれ潰しても開発の時緑地としてカウントしていた土地を潰しても OK だっていうことにしたんだからここの緑地だって潰して好きに使っていいよねっていうことが言えるようになってっちゃうと思いますよ。それはね長野市に寄付している公園。 長野市に寄付してそういう緑地は公園、遊園地になったりするけど、まあ中にはね、自分で持っているところだって、あると思いますよね。だからそれ、寄付しなきゃいけないっていうことでもないだろうから。からそれ、俺、わざわざ全部調べ上げて、ここの緑地は民地のままだっていうのは、データ持ってないけれども、そういうのってどうなっていくのって気しますよね。 で、ここだけじゃないですよね。その勘地長野市の遊園地なり、公園なり。で、借地の遊園地で、借地の遊園地で緑地として勘定して、開発してるところって、他にあるんじゃないかな。じゃあ、そういうところ地主が、じゃあ俺潰すからって言われたら、はいはいってことにしちゃっていいわけいやいそれちょっと待っておくんねえって、それ潰されると困るんだけれどもなって言ってかなきゃいけないよね。 その辺ってどうなんだろうね考えていくと。うーん。借地だけれども、かなり公共性の高い借地で緑地ですよね。そういうのを本当に勝手に潰しちゃっていいんだろうかっていう新たな疑問が今浮かんできました。小泉和馬でございます。えー、さてさてさと。でね、えー あ、そうそう。これ、これ、まだお話してなかったと思うけれども、維持管理の問題ってあるじゃないですか。愛護会活動ですよね。で、それって、えー、やりたい、やってもいいよっていう方がいるって話は前々からあったんですけれども、これ、18日土曜日の品の毎日新聞によると、実際、そういう届け出が出てきたようです。3月17日に、 愛護会の設立届が青木島遊園地について出てきたらしいです。で、これだから、受け付けたっていうことは、まあ、担い手がいないから廃止っていうことが成り立たなくなったわけですよね。で、成り立たなくなって、それで廃止するかしないかがひっくり返るかひっくり返えないかまだわからないけれども、でも、一つ言えることは、本気になってね、 一番最初、令和3年度まで戻って考えたときに、維持管理活動、どの区長もできないよっていうことになって、学校も受けない、児童センターも受けない、保育園も受けないっていうことになって、じゃあだめだねってことにしちゃったけれども、だけどそのときにすでに、 ボランティアベースで、その芝刈り機でね、草刈ってくれた方は近隣にいたわけですよ。だって10年間やってるって方ですからで。本気になって、で、その方の、その方の活動がね、公園緑地下も知っていただろうし、知らなかったのかな知らなかったとしても、被害じゃない、名前出しちゃいけないから、あの子供未来部長が報告を受けていったっていうから、 子供未来部、それから児童センターの系列はそういう方がいらっしゃるってことは認識してたわけ。だからその方を各に、コアにね、ボランティアベースでやっていくっていうことは、やろうともできたんですよ。だって今できてるわけですから。その令和3年当時もできたんだけれども、やんなかったってことは、やはり長野市の落ち度だよね。これはこれで一つの火種として今後ちゃんと検証していくべき件ですよ。だけど、俺もちょっとね、できなかったのは、 にいけなかったなって思ってるのは、じゃあどういう検証をしていくんだってことを長野市は示してないし、議会でも十分そこまで突っ込んだ議論ができてないですよね。で、建設企業委員会でもそういうお話してなかったっていうのは、あの長野市も出さなかったけども、議会もそこをどうするんだってことをきちんと突っ込まなきゃいけなかったよね。第三者委員会ぐらい作るんだろうな、みたいなことをやんなきゃいけない。それぐらいの話ですよ。 うん、で、スキャルオッさん FX が、えっと、子供は戻りたいと思う。長野市ではないと。同調してくれている意見くれてますけども。<laughs> まあ本当にね、笑い事じゃないですよね。これディストピアですよ。今後、長きにわたってこの負の影響っていうのは、まあ、残っていくんだろうと思いますね。まあ本当にね、講演配信について、賛成に回った議員、 その責任をどう取るのかっていうことは今後ね、本当に一人一人が考えていただきたいと思いますよ。一番の言語は、だけど、小木原健事だけどね。で、小木原健事の気持ち悪さっていうのは、あの、俺、本当にね、小木原健事嫌いになったんだけども、だから、今日はね、小木原健事は、まあ、予算主義なの中で不信任だって言ったし、それから、その、小木原ビジョンって何なんだってことも言わせてもらいましたよ。なんか、公園とかさ、学校を、 な、子供が遊びやすい場所にするっていう、小木原ビジョンっていうのがあるんだけど、いや、だからそ公園廃止しといて、青木島遊園地廃止しといて、小木原ビジョンです。次は、今度は、小木原ビジョンでやってきますって。遊園地廃止して自分の名前を売り込むって、どういう良県、どういう神経なのって、本当に俺そう思いますよね。で、青木島遊園地潰しといて自分の宣伝してるわけじゃないですか。 そういう小木原検事って本当に信用信頼できないって、私は今日討論で言わせていただいたです。だからもう、小木原検事もね、あの、いつも議会を終わると、えー、市長って部下をゾロゾロ引き連れて、今日はどうもありがとうございましたって、ありがとうございましたって、議員の控え室回って歩くんだけど、今日はね、小泉のところは来ませんでした。 まあ小泉と、だから荻原健治は今後はね、ずっと対立関係、鋭く対峙していくことが続いていくんだと思います。でね、あのー、予感だけれども、こういうことをやってるね、荻原市長さんだから、今後もね、ポロポロこういうネタが出てくるんだろうと思っています。小泉一真それをね 鋭く拾い上げて、皆様にお知らせしていく。また議会で発言していく。そういう枠割りを、今後は担っていく必要があるんだろうなっていう、そういうね、なですかね、あなたの政治課題見えてきましたね。皆さんもどうか応援してください。小木原検事の、またね、こういった、不届きなところ、不都つかなところ、行き届かないところあったら、小泉和馬に教えてください。小泉和馬は追求していきます。もちろん、青木島の子供のことはまだ諦めてません。一緒に。 遊園地存続に向けて頑張っていきましょう。小泉一つのツイキャスでした。皆さんありがとうございます。今日もいい夢見てください。おやすみなさい。